こんにちは。整理収納アドバイザーの大木さとみと申します。今日は私がおすすめするニトリの収納ボックス、こちらの方をご紹介していきたいと思います。こちらはニトリのポーリーという引き出し内に入れる収納ボックスになります。ニトリのポーリー収納ボックスはこういった引き出しの中で細かいものを区切るのに使うのにすごく便利な収納ボックスです。大きさ2種類あるんですけれども、こうしてサイズがきっちり噛み合うようになっているので、これも使いやすい特徴かなと思います。そしてこれがですね、使わない時には簡単に折りたたむことができるので便利です。これ汚れた場合は濡れた布巾で中を軽く拭いていただくとお手入れもしやすいかなと思います。こちらはグラン整理バスケットと言います。こちらが普通の大きなサイズで、こちらがボトル用というサイズになります。こちらはニトリのグランシリーズの収納になります。洗面所で綿棒だったりとかコットンのストック用品、あとはメイク用品とか、あとは洗濯ネットを入れたりするのに使っています。とてもお手入れがしやすい素材なので安心して何でも入れることができますし、あとはですね、この持ち手がすごく大きいので出したり入れたりがすごくしやすいところが気に入っています。こうした洗面所の下の収納で洗剤類のボトルなどを収納するのにもとても向いています。こちらは積み重ねできるバスケット、ピローというシリーズになります。こちらはニトリの収納ボックスになります。洗剤類を収納しています。中身が見えるのでどこに何があるのかが分かりやすいのと、あとやっぱり見た目がすごくかっこいいので、これだけで気分が上がるので愛用しています。こちらは中身が見やすいので、例えばパントリーで食材の収納に使ったりですとか、あとは洗面所でタオルの収納の中に使ってもいいのかなって思います。こちらがニトリの定番の収納ボックスになります。 N インボックスというものになります。ニトリの N インボックスには子どもたちの部活の用品や学校で使うものたちを収納しています。積み重ねがしっかりできるので、下に季節外のもの、上にオンシーズンのものを入れて収納することができます。また棚の奥行きに合わせてこちら手前にしても持ち手がありますし、こういうふうに置いてもこっちに持ち手があるので自由に使えるところも気に入っています。